こんにちは、バランです。前回このビトライを初めて使った動画では全部の色を使ってこの色見本を作ってみました。このお花の色見本を作ったことで、だいたいどの着色剤からどんな色味が生まれるのかがなんとなく分かってきました。で、色味が分かると私が次に気になるのがこの色と色の組み合わせ方です。どの色とどの色の相性がいいのか、この色とこの色を組み合わせると、あ、こんな仕上がりになるんだとか、自分が今まで持っていなかった色味がたくさんあるので、今回は私自身も色味と色味をこう組み合わせて勉強しながらちょっと作って試していきたいと思います。今日使うものは透明のレジン液。動画の中で使うビトラー油の着色剤はこの6色です。色味は色を作るときに紹介します。で、少し前の動画でこの丸カンを使ったアジサイのピアスの作り方を紹介したんですけど、これはワイヤーを使わずに丸カンを使って作りました。とっても簡単で可愛くできたので、今回はゴールドの丸カンを使って作っていきたいと思います。丸カンのサイズは9ミリで少し大きめです。こっちは6ミリで中くらいの大きさです。今回は大きさの違う丸カンを組み合わせて使っていきたいと思います。それでは花びらを1枚作っていきます。前回作ったアジサイと同じやり方なので、おさらいって感じで見ていただければ嬉しいです。まず9ミリの丸カンのつなぎ目部分を上にしてペンチでつかみます。で、もう一つのペンチでこのつなぎ目部分を開きます。もう片方も同じように開きます。こんな感じで U の字型になったら、再度このつなぎ目をくっつけます。で、この隙間は絶対に埋めます。これ左手で丸カンを持ってやると手がすごく痛くなるので、ぜひ二刀流でペンチを使うことをおすすめします。次は6ミリの丸カンです。これ丸カンが小さくなれば小さくなるほどちょっとやりづらくなるので頑張ります。やり方は同じです。つなぎ目を開いて、反対側も開きます。 U の字型になったら再度くっつけます。これで完成です。ワイヤーを使うよりも本当に簡単なのでおすすめです。今日はレジンの量をあまり使わないので、調色パレットではなくてこのクリアファイルの上で色を作っていきたいと思います。で、色を出す前に結構この着色剤こう分離してしまっているので、この下に沈殿しているものをしっかり振って混ぜ合わせてから使います。
前回のイルミホンのお花は薄い色もたくさんあったので結構こう見た感じ爽やかな仕上がりになったかなと思うんですけど、今回はあえて色を濃いめに着色をして組み合わせてみました。全部の色を使うとかなり大変だったので気になる色を何個かこうピックアップして作ったんですけど、この辺の色味は反対色を使って作りました。薄いブルー系に赤、グリーン系に黄色、紫にターコイズ、こういった色味は色がぶつかり合ってしまうとちょっと色がきつくなってしまったりすることもあるとは思うんですけど、できるだけそうはならないような色の組み合わせを考えてちょっと今回は作ってみました。意外とこのグレーがかった淡いブルーにこのはっきりとした赤がとってもこう可愛いなと思って、個人的にこの反対色の中だったらこの色味が結構好みでした。あとはこの辺は同じような色味同系色で作ってみました。濃いピンクと淡いピンク、濃い紫と淡い紫、ターコイズとコバルトブルー、レモン色とアップルグリーンだったと思います。こういった同系色の色味はかなり作りやすいし、あまりこう合わないってことがないので、とっても可愛らしく仕上がると思います。あとはホワイトと合わせると、どんな色でも間違いなく可愛くなると思います。そんな感じで今回は全色使うことはできなかったんですけど、ちょっと気になった色味たちを濃い色で組み合わせてみました。皆さんはこういった反対色で作るアクセサリーと同系色で作るアクセサリー、あとはこう白やあとは黒、モノトーン系のアクセサリー、どんな色味のアクセサリーが好みかもし教えていただけたら嬉しいです。ちなみに今回私はこの色味のアクセサリーあまり今まで持っていなかったので、これを2つ作ってピアスにしようかなと思ってます。あとは結構小ぶりなのでこんな風にリングにしてあげても可愛いかもしれません。ここまで見ていただきありがとうございました。
アクセサリーを作る上で色味はかなり重要なポイントだと思っているので、これからもいろんな色味を使いながら可愛く仕上がる色合いを探していきたいなと思います。もし今回の動画少しでも参考になった方、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。また明日も動画をアップするので、ぜひ見てください。